どうも皆さんこんにちは、ゴルフプロの峰崎です。今回はですね、パターの、練習器具の一つの、こういった鏡系の、練習器具を紹介したいと思います。これはですね、パターの、なんだろう、パターを打つ時の目線とかをちゃんと正してくれるっていうものになります。で、大体こういう鏡のものがですね、ここはへこんでいるので、これによって、ゲート、エイミングっていうのも鍛えられるものが、普及しているという感じです。で、一応ですね、まあこんな感じで、まあ、キラキラして分かりにくいかもしれないですけど、ここに穴が開いています。で、ここに線が開いてあるんで、書いてあるんで、この線と、まあ、パターに仮にこういう線が書いてあったら、それを合わせるんですね。で、まあすごく使い方が単純で、よいしょ、こういうふうに構えたら、自分の目線とをこの鏡の、黒い線、中心線に合わせて、こうやって立って、で、これで、ボールが自分の目線の、上、真下にあるっていうのをちゃんと作りたいんですね。まあ、ちょっと横から見てみましょう。よいしょ。こんな感じで浮いてですね、はい、じゃあちょっと構えてみます。はい、これでですね、はい、今僕の、目線っていうのはこの鏡の上に書いてある黒い線と重なっているわけです。で、そうなった時、ちゃんとこのクラブっていうのはスペースをちゃんと作れるんですよね。腕を振るためのこんな感じ、シュッシュッっていう感じです。で、これっていうのが結構大切なんですよね。目線の下にボールがあるっていうのは、最低条件なわけです。もしも、まあ結構みんな、パターがあんま得意じゃない人とかに多いのは、目線のかなり内側にボールを構えて、この方向にボールを見る人っていうのが結構います。なんだけど、人って日常生活をしていく上で、この角度で何かを見るってそうないんですよね。だけどパターってかがみ込むから、人に構え方によってはこうやって見ることが結構あるんですよ。かつこの角度からカップ見るって、この角度で物ってやっぱ見ないんですよね。ってなると、脳って、なんだろう、いつもこれで距離を測ってるのに、急にこうやって距離測られると、やっぱ近くでもわかんなくなっちゃうんですよね。だから距離感がまず、なんだろう、本当の距離感っていうのは発揮できなくなる。プラス、こういう風に絡み込みまくって構えている場合、手っていうのがすごく体に近づいてしまうわけですよね。そうなるとすごく振りづらいよみたいな感じで、近いパットはまだ距離感合うかもしれないです。優しく打つから。だけど、これが長いパットで、かつこうかがみ込みながらね、構えたらもう距離感合わない、腕振りづらいで、やっぱりパッターの距離感ってもう養えなくなっちゃうんですよ。ということで、僕は目線の下にちゃんと、この子を置いて、ボールを置くためのトレーニングとして、これはすごく有効だなっていうふうに思います。で、僕の場合は、パターの構え方にそんなに命かける必要はないなと思うんですけど、まあ、目線の下にこのボールがあるか、もしくは黒い線と自分の目線が合っているか、もしくはちょっとだけ自分が、この目線よりもちょっとだけ外側にボールがあるように、目線じゃないか、目の下よりもちょっと向こう側にボールがあるように構えて、打つのが結構好きだったりします。これで遠い分には遠すぎないですよ。だけどちょっと遠い分だったら、ちゃんとこのパターを振るための腕のスペースっていうのを確保できるんで、これ結構有効だと思ってください。そして、こういうミラーはですね、ここにへこみがあって、ここからボール転がしていこうっていうのもあるんですけど、いいものだとここに穴開いてるんですね。
でこの穴何かって言ったら、ここに T をぶっ刺してですね、で、ゲートをちゃんと際立たせる、ちゃんとここにゲートがあるよっていうのをちゃんとビジュアルで視覚的なフィードバックをちゃんと与えて、ちゃんとこの間を通していかなきゃいけないっていうふうにしてくれたりします。そして、実際パターグリーンで練習するとき、ほとんどの人が、まあ、訓練されてないとどこにボールがあるか分からなくなっちゃうんですよ。目線の下にもしかそこらにボールを置いてるぜって思ってもすごい内側にあったりとか、本当分からなくなっちゃうんですよ。なので傾斜地でこれをブサッとちゃんと T でこのこうあのアンカーしてあげて、ボールを打ってあげるとちゃんと、まあ、なんか見え方がまたちょっと変わっちゃうからあれなんですけど、ちゃんと目線の近くにこの子を、ボールを置くっていうのが訓練できるようになってくるんで、僕パターンの練習器具ってあんま好きじゃないんですけど、レールとかね、レールとかってトパッと瞬間使わなくなっちゃうから あんまり好きじゃないんですけど、こういうミラーだとかっていう構えの時点で、訓練できるものっていうのは結構使えるなっていうふうに個人的に思うので、こういうパターンのミラー系の練習器具っていうのは、おすすめだったりします。いろんな価格帯のものがあるので、好みのものを選んで買っていただけたらなと思いますので、ぜひこれ購入を検討してみてください。おすすめです。はい、という時にまた来てるのはこの回転するから